有神渓谷有神渓谷は神奈川県足柄上郡山北町の黒倉川にある渓谷である。丹沢大仙国帝公園に属し丹沢の秘境と呼ばれる。有神は有神土地付近の地名である。かつて有神へのアクセスは山の神峠越えが一般的であったが、1947年に有神渓谷沿いに全長約9キロメートルの黒倉林道が開通し、 アクセスが容易となった。新緑や紅葉の名所として知られているが、ほとんど観光地化されていない。黒倉林道の入り口にはゲートが設置してあり、車両は通行できず、通行できるのはハイカーのみである。また、電灯がないと暗くて通れない、青崩れ水道があるので、散策時には懐中電灯が必須である。青崩れ水道は2006年7月から2007年2月に、 かけて行われた安全調査で、トンネル内部にひび割れが見つかり、落盤の危険性があるため、黒倉林道は歩行者を含め完全通行止めとなった。その後、深夜奥ずれ水道が開通し2011年11月に、歩行者に限り通行止め解除され、歩行で有進渓谷へ行くことができるようになった。2015年8月現在も、 斜面崩落などにより一時的に通行を止めまたは通行注意となることがある。有信路地は1970年に神奈川県が設置した県営宿泊施設である。宿泊者に限り有信路地までの黒倉林道を自動車による通行が可能であった。丹沢登山のベースとして賑わったが、前述の水道ひび割れによる通行止めの影響で2007年4月から 営業休止となった。避難設備としては、現在も活用可能である。2014年7月に、神奈川県緊急財政対策として、民間以上が検討されたが引き受けてが見つからなった。2015年3月現在も運営休止しており、同年7月28日に、道路地の利活用に関する提案を公募することになった。その名の由来については、諸説あるが、 大正時代森林管理小屋の番人であった小宮平太郎が谷深くして水星勇ましという意味より憂鬱と名付けたという説がある。五万分の一地形図では有心と記載され、昭和初期には有心旧白書が設置されている。1951年の三穂村講師には有心と記載されている。渓谷には熊木ダムと幻想ダムがある。それぞれ、 神奈川県企業庁が設置した幻想第二発電所と幻想第一発電所で水力発電を行うために供している小田急線新松田駅または JR 御殿場線国外駅から西丹沢自然教室駅の富士急湘南バスに乗車丹沢湖畔の幻想で下車自動車の場合東名高速を今松田 IC または御殿場インターチェンジより 国道246号を進み、清水橋交差点を曲がり、丹沢湖方面へ。湖畔から唯一のアクセス道路となる県営黒クラリン道は、車両通行禁止区域。通行には、神奈川県庁の許可が必要。ありがとうございます。